今回は、吉田松陽の弟子の戦闘力に着目して、ランキング形式で紹介をしていくぜ。吉田松陽は、子供たちに学問を教える塾、松下村塾を開いていた男性ね。丁寧な口調と優しそうな雰囲気、その穏やかな性格から、子供たちからは、松陽先生と呼ばれて慕われていたわ。松陽は優しいだけではなく、相当な強さも併せ持っているぜ。そんな松陽先生の弟子たちも、やっぱり強いのかしら？どんな結果になるのか気になるわ。それじゃあ行くぜ。第5位は、今井信芽だ。信芽はアニメ第245話、茨垣とバラガキ、原作では42のバラガキ編で初登場したぜ。え？信芽って見回り組の大使じゃなかった？それなのに、松陽先生の弟子だったってこと？その通りだ。信芽は新選組と対をなす警察組織、見回り組の副長だ。だが、実は過去に天道宗参加の、天正院奈落に所属していたという経歴があり、幼くして奈落三馬の一人に数えられていたんだ。当時の信芽は、組織内では、ムクロと呼ばれていたぜ。じゃあ、信芽は松下村塾で手習いを受けたわけではないのね。一体、いつ松陽先生の弟子になったの？ムクロと松陽の出会いは、獄中だ。松陽は、寛政の大獄で囚われてしまうんだが、アニメ第306話、戦の後にはカラスが鳴くでは、天正院奈落に属していたムクロが、松陽の牢屋番をしていたことが明らかになったんだ。ムクロは、投獄中の松陽から手習いを受けていたんだ。あの時の小さな女の子が信芽だったのね。ムクロは松陽に出会うまでは、まるで機械のように無感情に人を殺していたが、松陽が、人の姿を語る姿に感銘を受けて、その時に憧れに似た感情を抱くようになった。先生は獄中でも、信芽にとても大きな影響を与えていたのね。間違いなく、松陽先生の弟子だわ。そんな信芽は、天正院奈落から引き抜かれただけあって、殺しのエリートなんだ。基本的に無表情かつ無感情で、一度スイッチが入ると、その場のものを殲滅するまで止まらない。殺しのエリート。可憐な見かけからは想像もできないわね。その腕前は、新選組局長の近藤勲から、暗殺犬と評されるほどだ。アニメ第245話からは、新選組の沖田総合と互角の戦いを見せるなどの活躍を見せていたぜ。だが、最後は沖田の罠にはまって、ビルの柱を切り崩してしまい、崩落に巻き込まれてしまったんだ。信芽は強いけど、完璧ではないということかしら。まだ若いし、戦闘に関してはまだまだ成長していきそうね。第4位は、桂小太郎だ。ズラは4位なのね。ズラじゃない、カツラだ。カツラは今でこそ反幕府勢力、攘夷党の党首という立場だが、幼少期は貧しい家庭に生まれ、両親を病で亡くしているんだ。アニメ第320話、ズラでは、屋敷も没収されて、おばばと二人で路頭に迷っていたが、そのおばばも亡くなってしまい、カツラは幼くして、カツラ家の党首となったことがわかっているぜ。そんな年齢で天涯孤独の身になってしまったのね、辛すぎるわ。だが、カツラはその才覚が認められて名門塾の、工部官に特待生として入門するんだ。高杉と出会ったのも、この工部官だぜ。じゃあ、カツラと高杉は銀時よりも長い付き合いなのね。高杉とは特別仲が良かったわけではなさそうだけど、塾に馴染めない高杉のことを、気にかけている様子だったわ。その後、カツラは松陽や銀時と出会い、高杉と共に松陽の弟子になるんだ。考え方が大人びている印象のカツラは、暴走しがちな銀時や高杉をいさめたりと、この頃からリーダーの素質があったようだぜ。今もたくさんの獅子たちをまとめ上げているのを見ていると、人を引きつけるカリスマ性みたいなものを持っているのね。カツラは銀時や高杉を止めたり、二人の悪さの尻拭いみたいなこともしていたみたいだけど、一緒に松陽の原骨を食らっていたのを見ると、なんやかんや付き合っていたのかしら？悪事がバレた時にカツラがその場にいたから、という連帯責任かもしれないな。現在のカツラは、上位士という立場から、24時間休む間もなく新選組の襲撃にさらされているぜ。アニメ第64話、うまい棒は意外とお腹いっぱいになるでは、カツラの危機管理能力の高さがあらゆる場面で垣間見えるんだ。カツラは、襲撃に備えて時限爆弾や、非常食券煙幕になる、うまい棒などを常備して、新選組の追っ手を軽やかにかわしているぜ。さらに、かなりの身体能力の持ち主で、アニメ第44話では、サルトビアヤメに、スピードは全く忍者に引けを取らないと言わせるほどの俊足の持ち主なんだ。もしかして意外と慎重派なのかしら？いつも新選組の追っ手をかわしているのを見ると、身体能力はかなり高いのがわかるわ。カツラは個人での戦闘シーンが極端に少なく、果敢に攻めることをしない、堅実な守りの戦いを得意としているぜ。
そのため、金時や高杉に比べると目立たず、アニメ第320話、ズラでは、味方の兵士すらカツラを臆病者だと言っていたんだ。カツラが、逃げの小太郎と呼ばれているのも、たやすく仕掛けず、仕掛けても容易に乗ってこない戦い方をしていたからね。だが、敵を倒して功績を立てることは、腕っぷしさえ強ければ誰でもできること。しかし、味方を守る戦いとなれば、カツラの他には務まらないと、金時や高杉、坂本から絶大な信頼を置かれているようだ。つまりカツラは、守る戦いをした時には銀時たちよりも優れていると言えるだろう。子としても十分に強いけれど、カツラはその力を仲間を守るために使っているのね。第3位は、高杉晋助だ。高杉は、今も昔も強くて過激っていうイメージがあるわ。高杉は騎兵隊の総督であり、上位志士の中で最も危険な男と称されている。過激派の上位志士だ。だが、実は武家の長男として生まれ、もともとは桂と同じ名門塾、甲武館の出身だったんだ。家族のいない銀時と違って、由緒ある家柄の息子だったのね。そうだ。単行本34巻の質問コーナーでは、空知先生が高杉について、実家も裕福でボンボンです、と明かしていたぜ。そんな風に、一見恵まれているように見える高杉だが、家族仲はあまり良いとは言えず、周囲に馴染めないという屈折した幼少期を送っていたようだ。そんな高杉は、商用や銀時との出会いで変わっていくんだ。高杉は、銀時と戦ったことで敗北を経験し、それをきっかけに、銀時に勝利することに執着するようになったんだ。結果、二人はライバル関係になったぜ。アニメ第305話、仇の時点では、高杉と銀時の勝敗のカウントは、247勝246敗だそうだ。しっかりカウントしてるの、高杉は、本当に銀時に勝つことにこだわっているのね。銀時も将軍暗殺編では、高杉との戦いの最中に笑みを浮かべていたし、二人が刃を交えることは、他の人には理解できない特別な思いがありそうだわ。そんな高杉は、上位戦争の時代でも、味方の兵士にその強さを高く評価されていたぜ。アニメ第320話、ズラでは、近代兵器をものともしない戦術、軍艦2隻を瞬く間に落とす戦闘力と評されていて、1対1の剣の勝負では、銀時と互角の強さを持つと言われていたんだ。実際にアニメ第304話、305話の将軍暗殺編では、忍びの里で銀時と本気で渡り合い、金時からの猛攻を食らっても、反撃に転じるほどの互角ぶりを見せつけたぜ。アニメ第301話、忍の里では、高杉は将軍の影武者と真っ向から、対峙することになっていたけど、その影武者を簡単に倒していたわね。このシーンだけで、高杉が相当強いことが伝わってくるわ。高杉は世界を壊すために動き続けていたが、根底では銀時との戦いを望み続けていたのかもしれないな。この二人の勝負に、決着がつく日が来るといいんだが、第2位は、おぼろだ。おぼろが2位？てっきり1位だと思っていたから意外だわ。正直、おぼろと銀時、高杉はほぼ同等だと思っているんだ。この順位も、場合によっては前後するかもな。おぼろは天璋院奈落の首領にして、奈落三馬の一人だ。天道宗からは、ヤタガラスと呼ばれているぜ。おぼろは、経絡というものを熟知している戦闘の達人なんだ。経絡って何？経絡というのは、東洋医学の概念である、秘訣。つまり、エネルギーの通路みたいなものだ。そしてその通路は、全身22本もあるらしい。ちなみに経路上の要所にあるのが経血、つまり壺なんだ。おぼろは経絡を的確に突くことで、相手に致命傷を与えることを得意としているんだ。もしかして、針治療と似たような原理だと思えばいいのかしら？間違ってはいないんだが、その言い方だとおぼろが鍼灸師みたいで面白いな。この場合は、急所経絡という部位をついて、相手を一時的に動けなくしているんだ。さらに、アニメ第261話、沈まぬ月では、自身の経絡を自在に移動させて、致命傷を避けることもできるんだ。万能なのね。おぼろがとても強いことがわかるわ。そんなおぼろが初登場したのは、アニメ第259話、5本の指、一国形成編だ。おぼろは銀時と対面し、経絡を駆使して銀時を圧倒して、一時は銀時を命の危機に瀕するほどまで追い詰めたんだ。その後、将軍暗殺編後半であるアニメ第305話、仇では、銀時と高杉の死闘が繰り広げている最中に、裏で奈落を引き連れ、隙をついて、高杉に向けて先端に刃がついた尺状を投擲した。その結果、高杉は致命傷を負ったぜ。二人とも疲弊していたとはいえ、気づかれないなんて、おぼろはよっぽど強いのね。一体いつ商用先生の弟子になったの？一国形成編のおぼろは、かつて上位戦争で銀時ら上位志士と戦ったことがあって、
生前は商用と面識があったかのような口ぶりだったんだ。この様子から多くの視聴者は、おぼろは関西の大獄で商用を知ったのだと思っていた。だが、実はおぼろの正体は、商用の一番弟子なんだ。一番弟子？金時が最初の弟子ではなかったの？そうだ、金時は一番弟子ではない。おぼろの出生については不明だが、アニメ第327話、一番弟子では、幼少期は奉公先で、奴隷として働いていたことが明かされているぜ。だがその奉公先は、何らかの理由で奈落の襲撃を受けるんだ。その時に、おぼろ自身も騒動に巻き込まれて致命傷を負ったぜ。奈落に見つからないように、隠れているおぼろの怯えようがかわいそうだわ。顔の傷は、この時に負わされたのね。おぼろはその状況に絶望して、ただ呆然と死を待っていたが、その眼前に現れたのは天璋院奈落の狩猟である、虚だったんだ。虚は自分の腕を刀で刺して、そこから流れた血をおぼろに注いだ。虚の血のおかげで、おぼろは奇跡的に生きながら得ることができたんだ。自分を生かしてくれた虚に、おぼろは多大な恩義を感じて、そのまま奈落に入るんだ。虚のことを、先生と呼ぶほどに抱いていて、彼のために尽くすことを誓っていた。虚はおぼろを殺し屋に育てたいわけではないようで、自分の技は絶対に教えなかったぜ。むしろ虚は、自分自身が子供に混ざって学びたいほどだとこぼしたんだ。そこで、学び屋を開いてはどうかと勧めたのが、おぼろだった。じゃあ、それで二人は奈落を抜けたの？先生が奈落に追われていたのは、そのせいなのかしら？そう、二人は奈落を抜け出して、松の木の下で二人の学び屋を立ち上げたんだ。それこそが、松下村塾だぜ。おぼろはこの時、虚から、一番弟子だと認められていて、おぼろは、まだ見ぬ弟弟子ができる日を心待ちにしていたぜ。でも、おぼろは天璋院奈落にいるのよね？どうして先生と一緒にいられなかったの？虚は、おぼろを連れて逃げ延びるつもりだったはずだが、おぼろは自分がいては足手まといだと考えていた。そこで、虚が仕掛けていた罠を利用して、奈落ごと道連れにしようとしたんだ。そんなこと、先生だって望んでいないはずよ。おぼろには、一番弟子の責任として、人まだ見ぬ弟弟子を守りたいという思いがあったんだ。おぼろが商用の弟子だと知った後に、改めて登場回を見返してみると、おぼろのセリフや行動が、単なる悪人の言葉には聞こえなくなるかもしれないな。確かにそうかもしれないわ。上位戦争の時も、おぼろは天道衆たちをうまく丸め込んで、金時たちを殺さなかったのよね。金時たちへの嫉妬心があったとしても、本当は守りたかったのかもしれないわ。おぼろはうつろの血のおかげで節の体にはなっているが、それもかりそめの力で、間もなくつきそうな状態だ。せめて、おぼろの思いを、金時たちが受け入れてくれていることを願うわ。第1位は、坂田金時だ。みんなも知ってる、銀玉の主人公ね。金時は、江戸は歌舞伎町にて、何でもや、よろずや銀ちゃんを営む銀髪の侍だ。死んだ魚のような目をしていて、外見からして無気力の塊なんだぜ。そんな銀時だが、実は上位戦争に参加していたという過去がある。戦場では鬼のような強さと、その白い風貌から、白夜叉と呼ばれ、恐れられていたんだ。桂、高杉、坂本の3人と共に、上位四天王と評されていたぜ。普段は無気力な銀時だけど、本当はめちゃくちゃ強いのよね。銀時は、どうやって商用先生と出会ったの？銀時の出生については、おぼろと同様に明かされていないんだ。アニメ第54話、どこの母ちゃんも大体同じで、銀時本人が、家族はいないと言っていることから、天涯孤独なんだろうな。そんな銀時と商用の出会いは、戦場跡だったんだ。え？戦場跡、随分殺伐とした場所なのね。アニメ第180話、大切なにほど重く背負いがたいでは、幼少期の銀時が生きるために、戦場跡で死体から物を剥ぎ取って生活していたことが明らかになるぜ。そこに商用が現れ、刀を向けてくる銀時に自身の刀を投げ渡すんだ。商用はそこで、そいつの本当の使い方を知りたきゃついてくるといい。これからはそいつを振るい、敵を斬るためではない、弱き己を斬るために、己を守るのではない、己の魂を守るために。と、銀時に語りかけるんだ。銀時は、そんな商用先生に惹かれて、ついていったのね。先生に背負われている銀時が、本当に安心しているようで尊いわ。きっと、銀時は商用のことを、実の父親のように慕っていたんじゃないかしら。銀時は商用の下で剣を学び、ますます強くなっていったぜ。その後、高杉や桂と出会い、かけがえのない仲間を得ることになるんだ。天涯孤独だった銀時が、仲間に囲まれているのは嬉しいことだわ。そんな銀時の強さがよくわかるのは、やっぱりアニメ第61話、闇夜の虫は光に集うだろう。紅桜編は、銀時と岡田二蔵が一騎打ちをするシーンがあり、
金時は重傷を負っているにもかかわらず、激しい戦いを繰り広げているんだ。極限の命のやり取りの中で、次第に、城や社としての戦いの記憶を取り戻す銀時は、とにかくかっこいいぜ。紅桜編は劇場版にもなっていて、銀時と二蔵の戦いに迫力が増しているからおすすめよ。アニメ第105話、何事もノリとタイミングでは、金時が川上盤斎と戦闘を繰り広げているぜ。金時が盤斎を圧倒していて、盤斎の弦に両手を阻まれた際は、手足に食い込ませて引きちぎっているんだ。盤斎の弦って鉄の強度って言ってなかった？それを引きちぎるなんて、金時は相当頑丈なのね。瀕死の重傷を負って戦い続けて、無事に生き延びているから、普通の人間にしては強すぎる生命力の持ち主だな。城や社と恐れられたほどの剣術と、上位戦争をくぐり抜けた実力は、作中の人間の中では、屈指の強さと言っても過言ではないだろう。間違いないわね。さて、今回の動画はここまでだ。逍遥先生の弟子はみんな強いけれど、その中でも強さや戦い方はみんな違っていたわね。もし、このキャラはもっと上なんじゃないか、という意見があったら、コメント欄で教えてくれたら嬉しいわ。リアルタイムで見た時の感想なんかも、教えてほしいぜ。このチャンネルではこんな感じで銀魂の動画を投稿しているから、チャンネル登録もよろしくな。次回も動画も見てちょうだいね。